バッチリ。はい、皆さんこんにちは、ぐちぐです。今回も美味しい献立ご紹介します。今回はね、夕ご飯に活躍する4品の献立です。主菜、副菜、副菜、そして汁物充実してますんで、ぜひ作ってみてください。1品目こちら、主菜、だし香る鮭とキノコのホイル焼き。そして2品目、3品目、副菜です。カブのペペロン炒め、そして青のりが香るクリームチーズが入ったポテサラ、そしてあったかい汁物です。玉ねぎと鰹節のバターコンソメスープ。じゃあ作っていきましょう。実際ね、どれくらいできるのか皆さんに参考になるように、今回もタイマー測ってみようと思います。では行ってみましょう。スタート。はい、カブからです。8等分のくし切りにしていきます。さらに半分で、さらに半分切ると、ちょうどね、8等分のくし切りができます。はい、葉の部分もね、使いますんで、ザクザクと切りましょう。まあ、2センチから3センチぐらいザク切りにしてます。この後は炒めますんでね、ニンニク切ります。ニンニクね、まあ、みじん切りにしてもいいし、まあ、スライスにしてもいいし、スライスにしようか。芯だけ取りましょう。で、薄くスライスしていきます。はい、じゃあこちらね、ホイル焼き、キノコね、サイズを任せます。なんか食べやすいサイズに切ってください。まあ、石突きは取りましょう。で、まあ石突きね、あんぼく捨てたくないのでね、食べやすいサイズに半分に切ってね、使ってあげてください。で、続いてこれも半分にね、切っていきましょう。はい、さあ、ということでこんな感じでパラパラと切っていきましょう。ほい、中に長ネギを斜めに薄切りにしていきます。はい、そしてレモンね、レモンは輪切りで2枚ぐらい2ホイル作るので4枚ぐらい切っていきましょうか。続いてスープ、玉ねぎ切りましょう。玉ねぎね、薄く繊維に沿ってスライスしてください。続いてポテサラ、皮むきましょう。じゃがいもです。この後ね、レンチンで作っていきます。お湯でね、しっかりこう沸かして作った方がホクホクでね、美味しいなとは思うんですが、まあ、できるだけね、こう電子レンジっていうのを、ね、一個の調理道具として使ってほしいので、茹でずにレンチンでいきましょうみたいな感じのレシピになってます。はい、こんな感じでじゃがいも皮むきました。混ぜ込むクリームチーズ、さいの目感じに切っていきます。常温に戻しすぎちゃうと柔らかくてなかなか切れないので、冷たい状態で切ってあげる方がいいかなとは思います。混ぜちゃうので、ちょっと大きめのこのくらいの大きさに切りました。下処理していきましょう。塩でね、ささっと。あんまり鮭はね、臭みが感じるような魚ではないのかなと僕は思っているんですが、お酒振ったりすることで魚臭さみたいなところがね、こう出てきたりしますんで、やっておきましょう。ちゃんとお酒ね、振っていきましょう。ほいっほいっほいっ、上下ね、しっかり馴染ませて。おい、この状態で鮭は準備 OK。 タイマー見ると13分ぐらいか、切り物全部やって13分ぐらいでした。まあ大体前回もね、18分、17分ぐらいだったんでね、まあなんか割とオンタイムな感じなのかなと思います。じゃあ調理入っていきたいと思います。ちなみにね、調理の工程を事前にご説明すると、まずじゃがいもね、レンチンします。7分から8分くらいかな、割と長時間レンチン使います。なので先にやっちゃいます。そして今回ね、汁物の温める時間、鍋沸くのにちょっと時間かかります。ちょっと時間がかかるものから仕掛けるとおすすめです。ほい、ラップしてレンジで7分から8分、600ワットで。ほい、8分スタート。そしてこちらね、ちょっと深手の鍋に水入れました。コンソメ入れちゃおう。ちょっと温まるまで待ちます。ホイル焼きも7分から8分ほど、トースターで焼くんですけど時間かかります。ホイル巻くのにもちょっと時間かかります。なら先に仕掛けましょう。はい、じゃあアルミホイル包んでいくんですが、こういうね、なんかこうバットお皿でもいいです、の上にこう置きましょう。なんでかというと、こうやってね、形作るとちょっと置きやすいです。何もないところでね、置くと折る目安が分かんないとか、あと汁物を入れた時にこぼれちゃうとかあるので、こういうものに一回置いてから準備ねしてあげるといいのかなと思います。さっき、はい、周りに入れまして、まあ、量はね、用意した分の半量ぐらい、全部のね、キノコが入るようにね、バランス取って、ネギちゃんもね、入れちゃいましょう。ネギちゃん、鮭ね、シャーッとかけて、これね、白だし、レモン、ドン。ほんで包みます。一回包んで形整えてあげて、
ちょっと両方から押す。そうするとね、綺麗に形が整います。はい、こちらで OK。 そしてそんなこんなでコンソメのねスープ沸きましたんで、玉ねぎでよ、結構もう柔らかくてトロトロぐらいまでいった方が美味しいので、割と早めに仕掛けて最後の最後まで加熱していきます。一旦こちらはそのまま。はい、そしたらカブのペペロンチーノこっち作っていきます。オリーブオイル大さじ2です。ほい、そしたらね、火をちょっと弱めて弱火にしておいて、ニンニク入れちゃいましょう。ニンニク入れます。で、ニンニクの香りを出していきます。ニンニクにね、少しずつ香りが出てきました。そしたら鷹の爪も入れましょう。はい、火加減は弱火で丁寧に丁寧に火を入れていきましょう。あまりね、ここ焦らずに。ということで、鮭をトースターに入れます。はい、こんな感じでじゃあトースター入れました。7分から8分ぐらいセットして、アラジンちょっとね、温度高いので皆さんのこのトースターの使ってるものによって何ワットか結構差あります。なのでそこちょっと調整してみてください。アラジンに関しては確か1000ワットだった気がするんですけど、240に設定して7分でやってます。ちょっとそのどんな感じで仕上がるかも後ほどご紹介します。フライパン今ね弱火でじっくりさ、結構ニンニクがいい感じになってます。特に焦げてるわけでもないし、少しずつ色づいてるかな、いい香りがしてきてます。そしたらね、カブ入れてきます。カブ炒めましょう。葉の部分は後から入れます。なんでかというと火の入り方がね違うので、火が入りづらい方から炒めましょう。先にちょっとフライパンの中でこうちょっと混ぜてあげて、カブ全体にねしっかりこれ油が回るように最初によく混ぜてあげましょう。こんな感じね。そしたらちょっとこのままね火を入れていきます。火加減はねちょっとだけ強くします。弱めの中火。 OK、 こんなもんかな。よし、 OK。 そしたらねちょっとこのまま放置して次ポテサラ作ります。はい、じゃあポテサラ、よし、いい感じ。めちゃめちゃ火入ってるね、良さそうです。マッシャーみたいなのもしあればマッシャーでガツッとガツッと、うい、いいね。よし、でね、カブね忘れないようにね、結構ニンニク焦げるとこの料理めちゃめちゃまずくなります。なのでニンニクは焦がさないようにチェック。ニンニクさえ焦げなければ美味しく仕上がるんで、ニンニクだけは焦がさない。じゃがいもにね塩振ります。一回まずしてあげて、まずマヨね、マヨ、そしてクリームチーズ、ポンポンポン、青のり入れます。そしたら、お、香りめちゃめちゃいいな。青のりの香りがすごい。結構香り高いポテサラだ。いいね。これ結構昔のレシピなんですけど、結構人気だったんですよ。おつまみのすごいおすすめなレシピです。ぜひね、やってみてください。じゃあ味見してみよう。うん、美味しい。ちょっと塩。はい、最後は塩ちょっとだけ振ったら完成。じゃあポテサラです。後ほど盛り付けます。はい、そしたらねフライパンに戻りました。でね、カブの葉の部分入れましょう。でね、さっと和える。火加減をちょっとだけ中火に上げました。温度また上げてね、強火ほどじゃないですけど割としっかりジュー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 っていうぐらいで、最後醤油を回し入れて香りをつけて終わります。なのでちょっとだけフライパンの温度を上げます。ただ鍋肌から回し入れる。さっさっさと和えて、最後お塩ね、ちょっとだけ味整えます。味見して、うん、美味しい、バッチリ。よいしょ、胡椒でアクセント乗っけたらペペロン風完成。じゃあこのまま鍋に移りましょう。入れ替えます。ちなみになんだかんだこれで30分ぐらい、ちょっとね時間お伝えし忘れちゃったんですが、カブのペペロンチーノ風できたのが大体28分ぐらい、ポテサラできたのが大体24分ぐらいでした。30分ぐらいでほぼほぼ完成してます。トースターも残り1分、ちょっとね加減はこの後チェックしたいと思うんですが、35分ぐらいに終わるんじゃないかなと思います。火を弱めてバター入れて、鰹節丸ごとババッと入れます。お上品な優しいスープなので、夜ちょっとお腹空いたなみたいな時にもおすすめなレシピです。だしの香りがしっかり入ってるのと、ちょっとだけバターのね油の部分で食べ応えはちょっとだけプラスしてあるんで、夜食べても結構満足感がある、しかも罪悪感少なめみたいなスープに仕上がってます。おー、うまーうまめちゃめちゃ想像よりうまかった。しよし、スープのレシピを詰め合わせた動画を3本ぐらい過去に出したんですけど、
そこから持ってきたレシピです。すごい美味しい。冬の時期にね、ぜひ作ってほしいスープです。ということで、最後、先見に行きましょう。OK、バッチリ。はい、完成、ドン。よし。そしたらね、ちょっと開いてあげて、形整えます。こうやってね、開くようにしてあげるね。美味しいスープが逃げないように。ちょっと高さ出してあげて。おい、美味しそう、いいね。最高。ということで、こちら完成しました。今回の時間は34分と40秒。だいたい35分ぐらいでできるのかな。帰ってきて40分で作れる献立です。割とね、具材は結構ね、充実してるね。野菜もあるし、汁物もあるし、ポテサラもあるし、嬉しい魚の献立でした。ということで、盛り付けようかな。よし、盛り付けよう。